ありがとうございます。今日はこちらのゆうちゃんが私が貼りましたって言っている西ヶ崎の応援ポスターを、撮影していきたいと思います。で、回り方なんですけど、愛さんのいる品川駅からスタートして反時計回りで回ります。で、最後しおり子のいる恵比寿駅でゴールっていう感じで回りたいと思います。山手線一周が普通に乗っていたら1時間かかるみたいなんで、2時間半ぐらいで回れるのかなって思うんですけど、ちょっと時間も計りながら回ってみたいと思います。さあ行くぞ。では虹ヶ崎ポスター RTA スタートします。で、一応駅降りてからポスター発見するまで、そのなんか雰囲気を味わってもらいたいので、ノーカットで行こうと思います。で、まあこちら品川駅なんですけど、始発で行って撮影してます。撮影がしやすいように。ただ結構やっぱり大きい駅となると人は結構いますね。で、愛さんのポスターの場所なんですけど、なんかツイッターで若干ネタバレ食らってて、大体の場所は分かってるんですよね。なのでそっちの方向に今向かってるところなんですけど、実はもう先の方に見えてるんですよね。はい、まず愛さん見つけました。いいですね。では早速もう次に行きたいと思います。浜松町はポスター探すの迷いましたね。なんか一切の迷いなくこのエスカレーター上がってるんですけど、全然違いましたね。反対にエスカレーターを下がらないといけないんですけど、全く逆のところに来ているので、ちょっと早送りしたいと思います。ありましたね。
ここから総武線に乗り換えて錦糸町に向かいます。なぜかリナリーだけ山手線ではなく総武線の錦糸町駅なので、
そちら向かいたいと思います。山手線もまだ目黒駅とか五反田駅とか渋谷駅とか余ってるんですけどね。謎です。池袋に着きました。もう時間も早朝から朝になってきて、池袋は結構人が多かったですね。あと駅構内も広かったので、ちょっとポスター探すのに迷いましたね。ちょっと早送りします。
原宿はめっちゃ迷ったので早送りします。あと途中でカットもしてます。ラスト、恵比寿のしおり港ですね。これで全員分回れました。タイムは2時間47分ということで、どうなんですかね。結構かかりましたね。いやー、山手線一周してみて楽しかったですね。なんか上野の方とかは自分普段あんまり行かないんですけど、そういう普段行かないところも行けて楽しかったですね。ということで、お腹減ったんで、そばでも食って帰ります。最後まで見ていただいてありがとうございました。